ってくる。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。3番人気には東海帝王、2番人気を紹介しましょう。タマモクロス、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、1番人気オグリキャップ、気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは13番12番16番、期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、13番快調に飛ばしていきます。先頭は13番、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは12番、少し離れて16番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。さあ花に立ったのは13番、このままリードすることができるか。続きました16番、そしてそのうち12番、外を回って18番、そして内目をつきましては東海帝王、少し離れて5番、外目をついて名勝怒涛、すぐに続いてオグリキャップ、さらには10番、少し後ろからエアグルー、そのうち並んで8番、ダイワスカーレット、並んできた、さらにうち7番、後からヘイエムオペラを、それを見るようにイナリーワン、1馬身差4番、後方2番手にアマモクロス、最後方14番、意気揚々と先頭を行きます。16番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。オグリキャップ、前を狙っているぞ。さあ、内から先頭を伺うのは13番、オグリキャップ。そして足を溜めています。内で様子を伺う。じりじり詰める、オグリキャップ。さあ、最終コーナーを曲がって、最後の直線コースに入った。まくって上がってくる、オグリキャップ。残り4周。前は2人が忍びを削る。抜け出したのはオグリキャップ、だが後続も追いすがる。オグリキャップリードは1馬身200を通過、連勝怒涛、食い下がる先頭はオグリキャップ。変わらないオグリキャップ、足も衰え、オグリキャップ1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。やったぞオグリキャップ。並みいる強豪をねじ伏せ、今天皇賞秋を制覇した。2着には名勝怒涛、3着はテイエムオペラ王。